思考停止でいいや、思考停止万歳、思考停止万歳、思考停止万歳、これでいいや、そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。自分の頭で考えて自分で行動する、それが俺の信念やった。でもそれだけではどうしても越えられへん壁があったんよ。だからあえて言いたい、自分の頭で考えるのはやめよ、言われたことに従おう。25歳の時になぜだかわからんけど本を書こうって思った。仕事がおもんなくて、やりがいがなくなって、もっと自分がやりたいことをやりたい、もっと自分を表現したい。休みの日に原稿を書いた、朝から晩まで。そして出来上がった、うつ病で苦しんでいる人のための励ます、そのような内容やった。めちゃくちゃ自信があった。そして出版社に送った。でそれを待つ、待ってるだけじゃない、自分からも会いに行こう、そう思った。だから出版社さんが企画してるイベントにも行った。でそこのイベントに行ったら編集者さんと会える、直接原稿を見てもらえる、そして意見をもらえる、そう思った。だから行った。そして編集者さんに原稿を見せた。編集者さんから言われた、この作品は売れないね、誰も読む人がいないよ、コンセプトを変えた方がいい。えって、めちゃくちゃ自信あったのに、その一言だけ、なんで売れへんのか教えてくれへんかった。確かにあなたには面白くないかもしれへん、あなたは買わへんかもしれへん、でもこの本の読者はあなたじゃない、うつ病で苦しんでいるその人や。だからその人にとっては絶対に必要な本や。僕はそう考えた。違う人にも意見をもらおうって。でそうこういろんな人を探してたら、知り合いの人から作家さんを紹介してくれた。で直接一対一のコンサルを受けることになったんよ。アドバイスをもらえる、嬉しかった。でその人っていうのはすでに何冊も本を出してる、ベストセラー本もある、その中の一冊は俺も知ってる、めちゃくちゃいい本、勉強になる本やった。その作家さんは俺が信頼して、そして尊敬できる方やった。でその人に会いに行った。そしてドキドキしながら原稿を見せた。それを静かに読んで原稿を閉じて、一言こう言ってくれた。今すぐ本を書くのをやめなさい。あなたが今一番しなければならないことは、本を出版するための営業ではなくて、本業で結果を出すこと。え？いやいや、僕は今の仕事が面白くないから、この仕事を辞めて作家になりたい。本を書きたいね。やめろって言われてもやめられへん。仕事やれって言われてもやりたくないんです。そう思った。そんなことよりも、もっともっと具体的なアドバイスが欲しい。この本のどこがダメなのか。タイトル？構成？それとも企画書？何がダメなんだろう？わからんかった。だから聞いたよ。僕は仕事を辞めたいんですと。そして本を書きたいんです。この本の、この企画書のどこがダメなのかを具体的に教えてもらえませんか？聞いた。じゃあその作家さんがちょっと熱くなって俺にこう言った。お前な、その考えがあかんねん。その考えがあるから本を出版できへんねん。あなたは本を出版したいんやろ？で、出版するためにいろんなことをやった。それでもうまくいかへんかった。だから俺にアドバイスを聞きに来たんやろ？
そして俺は本をたくさん出版してて、本を出すやり方を知っている。で、そのやり方を教えた。でもその教えたのに、それをあなたは聞こうともしない。その状態で本を出せると思う？今までと同じ考えで同じやり方をやってたら、今までと同じ結果や。その考えを持ってる限り本を出版することはできへんし、それだけじゃなくて何をやっても成功することはできへん。そう言われた。ショックやったよ。納得いかんかったよ。だってやで、アドバイスは聞くよ、意見は聞くよ、助言は聞くさ。でもその意見を聞くかどうかは自分で考えてやるべきやろ、自分で判断すべきやろ。言われたことをただやる。俺はロボットじゃないねん、機械じゃないねん、奴隷じゃないねん。自分で考える。だって自分の人生やん。俺が俺の人生の責任を持たなあかんやん。自分でジャッジしなあかんやん。何が間違ってんの？わからんかった。そして終わった、そのセッション。もうええわ、もう誰の意見も聞かへん、自分が考えて自分で工夫してやろう。そしてそれから1年間いろんなところに出版社、いろんな編集者さんに企画書を送って、出版社さんにもメールを送ってやってたけど、結局出版することはできませんでした。何があかんかったか、なんで出版できへんかったか、わからんかったん。でもな、今ならわかる。自分の頭で考えて自分で行動するべきだ。その信念が強くあったから誰の意見も聞けなかったの。わかる？自分が登りたい山があって、その山の登り方わからへん。でもその山の登り方を知ってる人がおる。その人が意見してくれた。でもそれは違うって言ってる。だから登られへんねん。だから本を出版できへんねん。自分のやり方でうまくいかへんかったのに、自分のやり方でやろうとしていた。それで新しい結果なんか生まれるわけないやん。そしてね、相手にも失礼やねん。だって時間くれてるわけやんな。その人はやり方を知ってる人で、俺のために時間くれた。そして本気で真剣にアドバイスをくれた。でもそのアドバイスはおかっちは聞かなかったんよ。それ間違ってるって。聞こうともしなかったんよ。あい、失礼やん。めちゃくちゃ失礼やん。それってあなたの意見は聞きますよ、アドバイスしてくれてもいいですよ、でも私はあなたのことは信頼していませんからって言ってるのと同じやねん。そんなことやったらあかんやん。そう、だからあなたに伝えたい。自分の頭で考えるのをやめよ。言われたことを素直にやってみよう。自分で考えるからうまくいかへんねん。だから考えない、ジャッジしない、判断しない、素直にやる。とにかくやってみる。やってみてから考える。思考停止でいいや。思考停止万歳、思考停止万歳、思考停止万歳。これでいいや。そうや、自分の同じやり方でやってたら同じ結果が出る。やり方を変えなあかんやん。そうやろ、同じ風に見てたら同じ見え方しかせえへんねん。メガネよ、ピンク色のメガネで世界を見てたらピンク色しか見えへんねん。そのピンク色のメガネをつけてやり方が見つからんねやったらメガネを変えなあかんねん。新しいメガネで物事を見る。それが白なのか黒なのか青なのかわからへん。新しいメガネで物事を見たら新しい世界が見えてくる。そうすると新しいやり方、新しい方法、解決法、そしてアイデアが見つかるかもしれへん。そうするとその問題が解決して突破できるかもしれへんねん。同じメガネやったら同じ世界。マンションの1階にいる。マンションの1階でどうしても解決できへん問題がここにある。何をやってもうまくいかへん。それなんやったらマンションの50階にいる人、もっともっといろんなことが見える人にアドバイスを聞いて、自分の頭で考えるんじゃなくて、まずはその人を言うことを素直にやってみる。そうすれば新しい方法見つかって解決するかもしれへんねん。そう、自分の頭で考える。わかるよ。めちゃくちゃ大事なことや。
そうやろ？だって自分の人生やん。自分の頭で考えて、自分で行動する。自分の人生に責任を持って生きる。何が起きても俺が責任を持つ。どんな結果も受け入れる。その覚悟は大事やし、その信念も大事。大切やと思うねん。自分らしく生きるためには。でもな、世の中には、どうしても突破できへん壁。どうしてもどれだけ頑張っても抜け出せへんものっていうのがあるんよ。そうなった時は、自分の頭を捨てる。自分の考えを捨てる。そう。変わりたいんやったら、変わらなあかんねん。変わりたいのに、同じやり方でやってて、同じ考えをしてて、同じ気持ちでやってて、同じ意識でやってたら、何も変わらへんねん。同じ結果しか出えへんねん。変わりたいんやったら、変わる。考えを変える。意識を変える。気持ちを変える。見方を変える。自分の頭で行動しなければならない。その信念を変える。変わりたいんやったら変わろ。以前の俺は変わりたいのに、ここから抜け出したいのに、変わってなかった。同じやり方でやってた。だから結果が出えへん。抜け出されへん。同じ場所や。本を出されへんかった。だから、あなたが、もし、本当に、変わりたいんやったら、変わろう。はい。ということで、こんな感じです。これね、ほんまに、最近気づいたことなんです、実は。最近ね、僕も39になって、子育ての相談とか、自分らしく生きたい、そしてビジネスの相談、いろんな相談を受けることがあります。その中で、本当にこういうやり方がいいですよ、というふうなやり方をお互いが共有して、確かにいいですねってなるんです。で、なって、家に帰ったら、そのまま行動しないっていうことが、かなりかなり多くて、それや、その意識があるから、変わらないし、結果は出ないし、自分らしく生きることができないんだよっていうふうに、最近気づいたんです、本当に。最近気づいたことです。自分の考えを捨てるっていうのは本当に難しいことだと思うんですけども、アインシュタインも言ってました。アインシュタインもね、問題が起きた同じ意識レベルで解決しようとしてても、その問題は解決しない。そう、問題が起きた意識とはもっと高い意識で物事に取り組まないと解決しないって言ってるんです。もちろん一人で、自分一人でそれができたらいいんですけども、自分一人で一気に意識を変える、難しいじゃないですか。そうなったら、もうすでにその道を登ったことのある方にアドバイスを聞いて、その方の意識をお借りしてやってみるっていう一つの、いうのも一つの選択肢としてありだと思うんです。そうなんです。これは僕のメンターの岡崎さんがから聞いたことなんですけど、メンターから言われたことはもうすぐにやる。ね。すぐにやる。それがうまくいくかいかないかっていうのは置いといてすぐにやる。で、それをすぐにやったことをメンターに報告する。じゃあメンターって嬉しいじゃないですか。自分がアドバイスしたことをすぐにやってくれた。そうなんです。そのスピードはやっぱ嬉しいんです。だってスピードっていうのは情熱なんですから。情熱を感じた。で、そのやった結果、うまくいったらもちろん喜んでもらって、これからも応援してくれます。で、うまくいかなかったとしても、じゃあどうやったらうまくいくのかって真剣に考えてくれるんですよ。だって自分がアドバイスしたことをやったのにうまく いかなかった。これあってはならないことじゃないですか。だからもっともっと真剣に考えてくれて、新しいアドバイスをくれるようになるんですよ。で、大抵その2回目のアドバイスをやると成功することが多いです。で、その段階で考えてみたら、自分だけの頭じゃなくて、メンターさんも巻き込んで、メンターさんにも自分のプロジェクトの仲間になって考えてるってことなんで、これってすごく良くないですか？もうここでチームが出来上がってるんですよ。だからこそ、この人やって絶対尊敬できる人、自分が登りたい山に登ってる人のアドバイスは、自分の頭で考えるんじゃなくて、やる。とにかくやる。すぐにやる。で、すぐにやって報告する。それがね、とても大事かなということを39歳になって気づいたんで、今こうやって動画を撮っています。はい。ということで、このミスターおかっちのチャンネルでは、今僕が最も、もう本当に伝えたいなと思うこと、それを全力で伝えています。
皆さんの生きる力、生きる喜び、そして心を動かす何かのきっかけになって日常が変われば、そして自分らしく動く、自分らしく生きるきっかけになれば僕は本当に嬉しいです。だから少しでも、元気になったなとか、ためになったなと思う方はぜひ高評価ボタンを押していただけたら嬉しいです。あとチャンネル登録ボタンもよろしくお願いします。はい、ということで、それでは皆さんワンダフルな一日をお過ごしください。さよなら。変わりたいんやったら変わろう。